こにでたくさんの女を仲良しに来たの。ボンジョーボンジョール。今日はね、第2弾檻のキノコたちのハーモニー紹介しよう。まず必要な材料だよ。キノコ、これは何でもいいよ。あとクレイジーソルト、醤油、みりんに料理酒、オリーブオイル、玉ねぎ、そしてバターだよ。まずね、エリンギを、まあ、汚いところがあったら鉛筆削り。これね、みんなキノコは火の通りを同じくするために同じ大きさに切ってほしいんだ。椎茸はさ、シェフ、なんだ、なんで椎茸を叩いてるんですか、包丁で。この中にね、木のくずとか入ってる場合があるだろう。だからこうやって木のくずを出してるんだよ。はぁ、あ、はぁ、あ、こういうちょっとした手間がね、はい、料理を美味しくするんだよ。なんで決めるから大きさは揃える。そしてあ、酒、みりん、醤油、これ大さじ1ずつこの中に合わせてあるんだ。玉ねぎは半分みじん切りにするよ。これ順番があって、火が通りにくいものから炒めていくんだよ。まずはエリンギだよ。そして油がなくなったらこの端っこから入れるんだよ。この上にやるとキノコに油が全部吸収されてしまうんだよ。ここは強火だよ。キノコに色がつくのと弱火でやるとキノコから水分が出てぐっしゃりしてしまうんだ。はい、次、椎茸の茎の部分。指先があれセクシーですね、シェフ。これでたくさんの女を仲良しに来たの。何やってんすか。クレイジーソルト一本あると何でも使えるよ。うん、いいよ。ここでさっきの酒とみりんと醤油を入れて一旦火を止める。そしてこの鍋に、これなんで鍋に移すんですかね。これね、ほら今日僕はカラッとさっぱり炒めたからあれだけど、たまに子猫ちゃんたちは失敗してぐしゃぐしゃにしてしまう場合もあるんだよ。そうした時に一緒に入れてるとべっしゃりしてしまうだろ。だからここ別々にしとくんだよ。そしてその間にバターを入れる。でここで玉ねぎをバターで煮る感じに焦がさないようにするんだよ。おそれでこのバター煮をした玉ねぎにキノコで、この汁も美味しいキノコのエキスが入ってるから加えて、ここで味を調整しておくれ。ここで檻のキノコのハーモニーが完成したんだけれども、でも後でチキンを焼くんで、その時までこのキノコちゃんたち取っておくのくれ。監修協力はホテル料理長高シェフにお願いいたしました。最後にチャンネル登録ボタン押してね。 YouTube のアカウントを持ってない人は作ってチャンネル登録ボタン押してね。ぜひよろしく。森のキノコたちのハーモニー作ってみたいと思ったらいいねボタン押してね。じゃあねー。